C-5 はアメリカ海軍の潜水艦。C 級潜水艦の5番艦。当初の艦名はスナッパーであった。スナッパーは1908年3月17日にマサチューセッツ州クインシーのフォアリバーゾー船所で寄港した。1908年6月16日に A ニコルによって命名浸水。1910年2月2日に艦長。 チェスター W ニミッツ隊の指揮下収益した。スナッパーは1911年11月17日に C-5 と解明され、1920年に戦隊番号 SS-16 を与えられた。スナッパーはボストン海軍交渉で偽装が行われ、続いて東海岸沿い及びチェサピーク湾で3年に及ぶ訓練及び試験を行った。スナッパーには 無線機、潜水艦信号装置、様々なタイプのバッテリー及び他の装置が取り付けられ、試験が行われたが、それらは後の潜水艦では標準装備となった。スナッパーは艦艇に対する水中からの攻撃によって、海中戦術開発を支援する艦隊演習に参加し、海軍における航空機運用初期の航空機連携作戦に参加した。 この期間のハイライトとなった出来事は、1911年11月及び12年10月に行われたタフト大統領マイヤー海軍長官による関越式であった。1913年5月20日に C-5 は大西洋艦隊潜水小艦隊第一グループの姉妹艦と共にバージニア州ノーフォークを出港した。部隊は C-3 艦長。 R.S. エドワーズ中尉によって指揮され、キャスティング及びマーズに牽引されて、キューバのグアンタナモ湾に向かった。C-5 は5月29日に到着し、1913年12月7日までキューバ海域で水雷訓練に従事した。12月7日に C-5 は姉妹艦と共に第1分艦隊に配属され、4隻の水上艦艇に護衛されて、 パナマ運河地帯のクリストバルに向かった。5日後に艦隊は700マイルの距離を通過し、これは当時のアメリカ潜水艦が自力で航行した最長の距離となった。C-5 はパナマ海域で活動し、演習及び港湾防衛の偵察に従事、またパナマの様々な港の潜水艦基地としての適応性を調査した。 C-5 は1919 19年12月23日に、ここソロで退役し、1920年4月13日に、売却された。ニミッツ原水は C-5 について、以下のように記している。彼女のクレーグガソリンエンジンは、非常に賢明で有能な建造家である、ジェームズ・クレーグによって、ジャージーシティで建造された。クレーグは独学のエンジニアであり、 ニューヨーク海軍交渉の機械部門の立案者でもあった。クレーグはジャージーシティで後に彼の機械及びエンジン製造経歴を開始した。C-5 のエンジンたちは優れていて、それらはクレーグが後の潜水艦のために建造したクレーグディーゼルエンジン同様に優秀だった。これらのエンジンはクレーグが設計、建造し、 私は捜査用パンフレットに書かれた彼の序文を忘れることはできない。これらのエンジンのために計画を立てた設計者と建造者が何と言おうと、また捜査者がそれらとたとえ何をしようとするか知れなくても、結局それらは普及しているだろう。何という真実だろう。ありがとうございます。